はい、今日は市場で買ってきました黒ソイですね。こちら黒ソイは1匹なんと300円です。でこちら、瀬戸大、通称タモリと呼ばれる魚です。こちらは1匹420円です。この2匹をですね、血抜きをして食べたいと思います。黒ソイは寝かして後ほど食べて、瀬戸大は、今日いただきたいと思います。瀬戸大はさばくのは初めてなんですけど、こんなお魚です。ちょっとおでこが出っ張ってて、まあ、エラの中も比較的綺麗ですね。ちりびれがあってこんな感じ。鱗はですね、若干こうザラザラと硬いですね。硬い鱗で、しかも細かいので、まあ取らないといけないじゃないかなと思います。両方とも血抜きをまずしたいと思います。黒サイはね、前回さばいたことがあるので、あれなんですけども、久しぶりですね。すごく美味しい魚なので楽しみです。寝かせて食べたいと思います。では血抜きしていきます。はい、では血抜きをしていきたいと思います。硬いな。瀬戸大の方が硬いですね、鱗が。しっかり入りました。よいしょ。はい、では本立てに瀬戸大で、こちらの花瓶の方に黒ソイを入れて少し放置します。大体20分ぐらいですかね。放置したいと思います。はい、では血抜きを終わりたいと思います。こっち黒ソイですね。よっ、まあ、少し抜けたのかなと。よいしょ。落ちてるとか。で、こっちが、よいしょ。じゃあ、まあちょっと、そうですね、抜けた血の感じはわからないんですけど。はい。じゃあ、これは、今から、鱗を取っていきます。鱗と一緒に、ヒレもですね、これトゲトゲしてるのを切っていきます。ここにめっちゃ鱗ついてますね。ここはしっかりとちょっと煮付けにしたいので取っておきたいと思います。やっぱりヒレとかは切っておかないと、この鱗がまんべんなく取れないので、取っといて正解ですね。もう次は黒ソイもちょっとヒレがですね、強烈なので、これも切っておきます。ではエラを外して3枚に下ろしていきたいと思います。まずはエラからですかね。ここを立って、この奥も、お腹を
しますが、ここ硬いな、この魚。まあ、血合いを傷つけて、では3枚におろしていきたいと思います。よし、ではですね、残りは、煮付けにしていただこうと思ってます。身の感じですね、身の感じはこういった形で、腹骨ですね、腹骨を逆さ包丁で、外して、そうですかね、一旦このまま皮を引きます。失敗した。よっ、じゃあこの辺は、よし、かな。はい、ここまでさばいてみた感じはやっぱりタイとか、チンとかですね、クロダイとかと似てる感じがしますね。と余分なところを取ります。ちょっと味見してみようかな。めっちゃうまい、めっちゃうまいぞ。なにこれ、なにこれ、めっちゃうまいぞすげえぞ、うま、なにこれ、うま、これはちょっとお作りで全然いけるわ。うん、はい、こちらが、瀬戸鯛のお造りの完成です。ちょっと初めて花びらみたいなやつを意識してみました。でこちらはですね、煮付けにしてもらおうと思います。では食べていきたいと思いますが、これはねめっちゃ美味しいですね。ちょっと楽しみです。はい、この後黒添えをやらないといけないってことですよね。黒添えをですね、寝かせるために、ちょっと下処理をしていきたいと思います。キッチンペーパーを用意しておいて、お腹に詰めるのでね。で、黒添えは内臓が食べれるということで食べたいので、瀬戸鯛同様にですね、まあ、エラの付け根を外しておきます。でお腹を出したいと思います。ちょっと水が出るかな。
で、こちらですね、血合いに傷を入れて、内臓を食べたいので、まずはここ胃袋ですね、これエラは捨てます。ニガ玉ですね、これは食べれませんので取ります。これも多分心臓かな、腎臓かわからないですけど、この苦いと思うので、よいしょ、取ります。ちょっと失礼します。これは何かわからないですけど、ちょっと取ります。血合いみたいなものも取っておきます、少しここを切り離しておいて、はい、であとは洗って、煮付けと一緒に煮てもらおうと思います。ちょっと洗っていきます。でこちらですね、ここは中にね何か入ってる可能性があるので開いておいて、開いておいて洗います。じゃあ洗っていきます。こっちが食道かな、これはちょっと何かわからないですね。でこれは肝かなと思います。でこれは今日のですね煮付けに、セット台の煮付けに一緒に入れたいと思います。はい、よし、はい、ではこちらを寝かしておきたいと思います。冷蔵庫に寝かせます。はい、では一晩寝かした、クロソイをさばいてお刺身にしていきます。この中にですね、はい、キッチンペーパーも取って、はい、では3枚におろしていきます。真ん中だけ、こんな感じですね。はい、では皮を引きます。寝てない？アンテア。呪文みたいな。
で抱っこしてもなんか別に喜ばへんし。抱っこやめんもそれ。はい、では黒ソイのお刺身の完成です。こちらは、ご両親にお持ちします。でこちらは今日の夜食べたいと思います。アラはですねちょっともったいないのでまだ味噌汁に入れて食べたいと思います。はい、これは多分めっちゃ美味しいと思います。以上です。ありがとうございました。